中年オタッキーです。今日はね、自宅の方から、ちょっとね、トラックが点検に入ってね、カメラを一旦トラックから全部下ろしたんで、もうえらい、部屋がえらいことになって、カメラだらけでえらいことになってるんですけど、まあ、映像には映ってませんけどね。で、今日はね、久々。開封動画ですね。軽いっすよ。では、動画スタートして参ります。はい、それでは開封して参りましょうか。まあ、多分、まあ、壊れ物ゆうパックですけど、壊れてると思うんですけどね、多分ね。よいしょ。800円でね、落札しました。このカメラね、かなり希少なんでね、だいたいまともなやつは高いんですよね。で、まともじゃないやつを買いましたんで、多分壊れてると思います。動いたらメッケモンってやつですね。めっちゃ適当。はい、出てきました。今レンズキャップも何もありませんね。これミノルタのね、レポっていうね、ハーフカメラになりますね。メガネどこやった？あ、ここか。よっと。まあ、写真ではね、結構な当たりがあるように見えたんですけど、そうでもないですね。まあ、皮は剥がれかかってますけども、これはご愛嬌ですよね。シャッター切れるよ。切れるぞ、シャッターよっ、切れるぞ。セレンは完全に死んでるな。セレンは完全に死んでるんですけど、これはEV 値でね、ここにね、ちょっと映んないかもしれないけど、EV 値が書いてあって、まあ、EV 値覚えてるんでね、使えると思います。多分ね、バルブ使えるのかな？あ、バルブあるみたいですね。でも、絞りが絞られちゃってる。これは距離、ピント合わせだな。ということは、絞りが粘ってるのかな？絞りが粘ってるなぁ。絞りが動かない。絞りが動かないな。やはり分解が必要か。いいよ。開放 F 値は 2.8 になるみたいですけど、絞り動かないですね。で、結構これ分解が厄介っぽいぞ。これどうやって分解するんだ。前玉回転式、芋ネジだ。前玉回転式の芋ネジですね。ここにね、ちっちゃいネジが入ってるんですけど、それを、回して前玉を外して分解していくっぽい、形になります。これ果たして、F 値いくつで固定されてるんだろうな。動けや、この野郎。動かしてたら治んないかなっていう、今ちょっとね、派手に動かしてますけど、治んないですね。こんなもんじゃ治んないな。ジャンクですね、やはりね。でもね、シャッターが切れてるだけまだメッケモンですね。これ F 値、絞り、どのぐらいで固着してるんだろうな。場合によってはね、絞り固定でね、カラーネガで取るという技もありますけど。ファインダーは汚いです。
ファインダー機材。これね、このカメラなんですけど、まあ言うたら、オリンパスペンとかとね、の類のカメラになるんですけど、オリンパスペンとかね、キャノンデミとかの後発になるのかな。でね、結構ね、その研究して、作られたっていうことでね、完成度が高いっていう評判なんですけど、もうそもそもセレンも死んでますし、絞りも固着してるんでね、もう完成度も高いもクソもないんですよね。ジャンクだから仕方ないんですけど、やっぱり分解になりますね。で、まあ、実はね、その、分解することはもうね、覚悟してたんですよ。これね、今後ろにね、個人のね、ブログのサイトを表示してますけど、これね、レポの分解の仕方をね、記録した、個人のね、ブログをさっき見てました。まあ、分解ね、することになると思いますね。まあ、でも、当たりに見えてたのは、デザインだ。これ、当たりがあるわけじゃないな。で、こう上から潰れてたように写真を見たんですけど、これ全然、これもデザインですね。うん、当たりはないようです。このカメラ多分ね、使えるようになると思います。僕の腕次第なんですけどね。ちょっとレポ、使ったことある人いますかね。もし、使ったことある人いれば、どんな写りだよっていうね、コメントいただけたらと思うんですけど、結構ね、その出回ってる数がすごく少なくて、あまり情報がないんですね。分解してる情報があるだけまだメックもんなんですけど、使い方としては、なんだっけ、ミノルタのね、ユニオマットと同じね、手動プログラム式っていうんですか、LV1 でね、勝手に絞りとシャッタースピードが変わっていくっていうタイプのカメラになりますよね。これ変わってるか？変わってないような気がするな。あ、変わってるわ。でもなんかおかしいな。変わってないような気がする。あれ？うん？なんかシャッター速度が不安定だな。どういうことだ？わかんない。ああ、分解することになりますかね。で、状態はね、すごく悪いんですよね。これね、サビとかもね、出てます。塗装が剥がれてね、サビとかも出てますし、もう、モールドなんか跡形もないですよね。まあ、覚悟はしていましたが、やはり結構悲惨なジャンクですね。完全に、分解しないと、いけないみたいです。まあ、頑張ってみますかね。予算がね、結構ね、まともなやつはね、このレポ結構いい値段するんですよね。8000円、9000円していくんですね。で、まあ、ロックオールレンズなんでね、映りは多分いいと思うんですよね。まあ、ハーフだから限界はあるでしょうけど、ミノルタのね、ハーフカメラということでね、ちょっとね、初チャレンジになりますけど、もう大きさは完全にね、ペンとかと同じぐらいの感じですけどね。デミよりはちょっと大きいかな。で、手動プログラム式で、ピント合わせは、マニュアルということで、パンフォーカスじゃないみたいですね。上昇点マークはあるのかな？3メーターと5メーターに赤マークがついてますね。どっちだよ。あ、1.2 メーターにも赤マークがある。どういうことやねん、これ。
最短撮影距離はね 0.6 メーターみたいですね。結構寄れます。だから、ペン E とかと比べると、うん、比較的その自由な、感じで撮れるんじゃないかな。まあちょっと頑張ってねメンテナンスしてみます。はい、今日の動画はね、こんな感じなんです。すごく短いんですけど、これね、いつも言ってますけどね、開封動画はね、出品者さんにね、到着の報告をしなければならないということで、早く作りますんでね、今日はここまでにいたします。高評価、コメントね、コメントようやくね、全部、返し終わったんでね、コメント、またお待ちしております。高評価もポチッと押すだけなんで、ぜひぜひよろしくお願いします。で、まあ、チャンネル登録なんですけど、すごい勢いで増えておりますが、まだまだね、チャンネル登録募集しておりますので、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、それでは今日の動画はこの辺で、また次の動画でお会いしましょう。ごきげんよう、さよなら。